そんな女に洗脳されて、あなたはあくまでも男のミサオを守り通すつもりなんだわ。ノンセックスが愛の試練だとでも思ってるの？ファンタジーじゃあるまいし、今時そんなのを守り通す男がいるのかしら。いつきお姉様だって他の男に傾いてるかもしれないじゃない。それはないよ。自信たっぷりね。いつでも彼女とのハートが一つになれると思ってるんだわ。いいじゃないか。この家に一緒にいる限りはできるだけ不愉快なことは避けてやっていけば。よく言うわよ。不愉快どころかストレスばかりじゃない。この2年間私がどれだけのたうち回って生きてきたと思ってるのよ。セックスのない夫婦なんて恥ずかしくて誰にも言えやしない。ちょっと離せ。これだ、やっぱりこのペンダント。やめろ。カソリックの僧がロザリオを手放すはずがないじゃないか。これは僕の体の一部、無理に引っ張らすとお前なんか地獄に落ちるぞ。